はい、出張させていただいております、城本慎一と言います。よろしくお願いします。今からですね、カプコンのですね1943回というねゲームをねさせていただきたいと思います。こちらですね、カプコンの、アーケードゲームのですね移植作品になりますね。こちら PC エンジン版になります。こちらの方をプレイしていきますのでよろしくお願いいたします。これはまあとりあえずこれ確かね2人同時プレイできるんですよね。巨衆、これはボスのね名前ですよね。これねボスの名前ですよね。巨衆を一面のボスを倒した。これね、あれなんですよ。このセスナ機、この時期のね、セスナ機はね、アメリカ軍でして、で、敵は全部ね、日本軍なんですよ。太平洋戦争がね、舞台になってましてね。で、だから、アメリカの飛行機を操って、日本軍を倒すゲームなんですよね。悲しいですよね、なんか。だから、この飛んでくるね、飛行機全部ね、神風特攻隊ですよね。日本軍の。そう考えるとなんかちょっとね、かわいそうな気がするんですけどもね。よいしょ。ちょっとと。これ全部神風特攻隊なんですよ。これ日本軍のね。若い人たちがね。そうなんですよ。どういう思いで特攻してきてるのかなっていうね。本当にね。天皇のためにっていうね。当時はね。本当にそういう時代でしたもんね。悲しいですよ、ほんと。そう考えると。それをね、ほんとね、思わせてくれるゲームですよ、このゲームは。やるたびにそう思うんですよ。子供の頃はね、知らなかったんですけどね。大人になってからね、知ったんですよ。これがアメリカ軍が主人公で、敵が日本軍っていうのはね、後になって知ったんでね。お、これで一面のボスですね。音楽なかなかいいですよね、このゲームの音。よいしょ。おお、すげえ。これね、移植してるのはですね、ナグザットというメーカーなんですよ。ナグザットというゲームメーカーなんですよね。よくね、移植されてますよ、頑張って。割とアーケード版に近い感じじゃないかと思いますね、この移植はね。ファミコン版は貫通のため打ちができるんですよね、ファミコン版だけね。PC エンジン版はできないんですよ、ため打ちは。よし、倒した。これで一面クリアですね。巨衆撃沈、おお 100% ですよ。すげえな、頑張ったな。今度は、あやこですよ。ね。女の子の名前みたいですけど。これね、やっぱりね、敵が日本軍なんでね、飛行機とかね、戦艦の名前もね、そういうね、名前になったんでしょうね。あやこっていうね。あ、R っていうのはね、上にありますけどね、リターンできるんですよ、危なくなったら。あ、ボムか。ボムの数か、あれは。ボムが使えるんですね。音楽はいいっすね。よくよく考えてみたらこれ、音楽はアメリカっぽいですよね。アメリカ軍が主人公なだけね。主人公
ていうだけあってね、音楽もアメリカっぽい音楽ですもんね。なんかアメリカチックなね音楽ですよね、うん。これね、1943とですね、1943回ってね、よく似てるんですけどね、音楽は違うんですよ、全然。どっちの作品も。音楽は全然違くてですね、あと飛行機の形も違うんだよね、この時期の飛行機の形。セスナ機のね。よく見たら違うんですよね。見比べてみるとね、違うんですよ、実は。ステージ構成は、ちょっとね、どうだったか分かりませんけどね。よいしょ。音楽と飛行機は違うんですよね。これ、レーザー強いですね。これいいですね。中ボスかな？弾幕なかなかあるね、これ。あ、そうか、このリターンですね。これが使えるんですよね。あの R、R っていうのは危ない時ね。あれで避けられるんですよ、危なくなった時。まあ、これ、あやこやったんかな。あやこやったんやね。72% か。次3面。3面は、顔料。顔料だってさ。さあ。これは。よし。まあ結構なんかでも今日調子がいいかな。これあれですね。タイトル画面と同じ曲ですよね、これ。ですよね、本当にね。これみんなあれですよ、日本軍ですよね。本当悲しいですよね。おっと。で、このね、19シリーズのね、この1942とかね、1943とかね、っていうのはね、当時のね、太平洋戦争のね、西暦のことらしいですね、これね、意味としてはね。で、あと、このシリーズですね、1941とかね、1QXX とかですね、1944とかも出てるんですよね、続編が、次々とね。こいつが顔料かな？顔料ってやつかな？これでも普通に考えるとね、敵の飛行機向こう向いてるとおかしいですよね。本当に。なんで向こう向いてんだろうっていうね。この T 字型の飛行機がね、こっち向いてないで、なんかこう向こう側向いてるっていうのがね、おかしいなって思うんですけど、いつもね、やってて。俺とこの時期と同じ方向向いてるじゃないですか。ちょっと不自然ですよね。なんでこっち向いてないのかなっていうね。そこはちょっと突っ込みたくなるとこですよね。あ、こいつが顔料か。顔料やったんやな。はい、倒した。次は、4面。長江ね。長江か。音楽いいな、本当に。
この音もいいよね、この玉の出てる音、気持ちよくてね。このゲームはね、あれなんですよ、まだ一気も死んでないですけどね、ヒットポイント制なんでね、なかなかね、そんな簡単に死なないのでね、結構いいんですよ、やりやすくて。でもこの辺になるとちょっと激しくなってくるね、敵の攻撃がね。これさっきの眼病ってやつかな、これ。これもう小さいね、飛行機一体一体がね、これね、神風特攻隊ですよ、本当に。命は重いですよね。そう思いますよね。本当に今のね、80代、90代のね、お年寄りはね、この特攻隊でね、生き残った人たちですからね、おじいちゃんたちはね。だから、大事にしていかないといけないですね、お年寄りの方をね。こんなことやってたんですよ、今の90代、80代のお年寄りね、20代とかね、30代の若い頃にね、こういうことやってたんですよ、皆さん。僕らの世代は本当幸せですよ。お、ボスか。これがさっきの兆候ってやつかな。本当ね、お年寄り大事にしないといけないですよ。こういうね、時代を生きてきた人たちですよ。本当に。すごいことですよ。本当に、僕らね、日本を守るためにね、戦ってたんですよ。今の、ね、80代、90代のおじいちゃんたちはね、若い時にね。本当今の若い者はね、若い人たちはね、本当恵まれてるというかね、そのこと、その時代と比べれば、自由じゃないですか、もうね、自由に遊んで暮らしてるというかね、やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい、死にかけ死にかけ。確かこのゲームって一機しかなかったんやったかな、ヒットポイントがのせ、あれ、あれになってるけど。ちょっとやばいかな。せめてここの面ぐらいクリアしたいな。やばいやばいやばい。すげえ弾幕が。弾幕すげえ。うわー、やっぱ死んじゃった。まあ、とりあえずね、コンティニューってなってますけどね、ここで死んでしまいましたんで、ゲームになってしまいましたんでね、ここで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。